ちゃこんにちは。さあ、豊さん、はい、前回は2022年今年大ブレイクしてほしい、しなきゃダメだと思うパ・リーグの2選手を豊さん、はい、語ってもらいました。若いっていいなそれでも若いですもんね。夢があるよ。そうですね、ただ一般の社会でいう、まあ、前回だったらパ・リーグ、安田選手だったり清宮選手の年齢とプロ野球での選手の年齢ってやっぱりまた違うじゃないですか。あ、違うよね。やっぱりスポーツ選手の方が寿命が短いというか、現役の短い分だけ焦らないとね、早くしないとっていうのがあると思うんですが、今日はセ・リーグの2選手です。はいはい。じゃあまず1人目は直江、巨人の直江選手。あ、この、まあ、ピッチャーだけどね、はい、やっぱ背もあるしさ、高いしさ、ピッチャーらしいピッチャーなんだよ。なんかでも独特です、なんかフォームというか個性的というか。まあでもまあオーソドックスだけどね、オーソドックスだけど、はい、もっと力を発揮できてもいいと思うんだよね。で去年1回先発は1回かな、去年、まあ、4登板してるよね、はい、でもまあそのうち先発で投げた試合を見たんだけど、はい、まあ、スタミナがないのと、やっぱどうしても結果を欲しがるんだよね。それはやっぱり投球見てて分かるんですか。うん、やっぱ勝ちたい、それは人間って勝ちたいよね、はい、それはもうマウンドに上がった結果が欲しい、うん、まあ、そのためにやっぱ投球がちょっと小さくなったりだとかさ、する場面も見たし、もっとなんかスケールを大きく考えておいてほしいんだよね、うん、もうとにかく打つんだったら打ってみろとかさ、はい、まあそういう風な形、で投げてほしいんだけども、なんとなくこう5回を早く投げ切りたいとかさ、はい、無難に投げ切りたいとかさ、うん、いやそこを求めてないんで、うん、もっとスケールの大きいピッチャーになってほしいって、うん、俺なんかこう見ててものすごい素質を感じるわけよ。どんなところが直江投手 の素質というか、ね、やっぱもうピッチャーらしい体型から入るけど、はい、体型もしてるし、うん、やっぱボールの角度、うん、力、まあ、そういうことも含めてね、はい、いいピッチャーに育つだろうなっていうような、うん、そういう期待感をものすごく見ていて膨らむピッチャーなんだよね、はい、まあ、それだけにこんなちっちゃなピッチングしてたらダメだよみたいな、結果欲しがっちゃダメダメみたいな、うん、結果は全てが終わった後についてくれればいいからみたいな、うん、だからその頭でっかちに考えて、このバッターにフォアボール出したらもう危険になっちゃうとかさ、そういうんじゃない、出しても抑えるみたいな、はい、そういうこうスケールを考えて今年はマウンドに立ってほしいなと思う。そしたらね、必然的にこう結果が出るピッチャーだと思う、うん、最近の子供たちって頭が良すぎる。逆にそうなっちゃうんですね。だから頭が働いちゃうから、はい、でなんかこうちっちゃくなっちゃう、だからその逆に結果が出ないというか、はい、知らねえよってよ、ね、あ、もう与えられたらもうね、チャンスだからもう思い切って腕振って、うん、もういけるとこまでもう倒れてもいいやみたいな、5回持たなくてもいいやみたいな、そういうことじゃないんだよね。やっぱ5回投げきれないと勝ち投手になれないのはみんな分かってるでしょもうそんな感じなんだよ。こじんまりまとまりすぎて、そうそう、この円グラフの中のこうなんかこう全てにちっちゃく3のバランスみたいな感じになっちゃってるってことです。そんなピッチャーじゃないわけよ、スケール的にね、はい、でもっと大きなピッチャーになれるピッチャーだけに、はい、やっぱ期待もしてるし、はい、まあ、今年やっぱブレイクしてほしいなっていうふうには俺は思ってるんだけど ね。2018年のドラフト3位なので、うん、2018を数えるとするんであれば18、19、20、21、25年目になりますし、うん、数えないんであれば19、20、21、22、4年目です。みんなも結果は出してくるよね、高校から入ってたら、はい、まあ、3年目、4年目ぐらいには必ず結果は出してくるよ、うん、だから今年やっぱ出してほしいよね。そうですね、うん、やっぱね、今ね、巨人の中で、はい、先発投手ローテーションに入ってくるとか、うん、やっぱすごくチャンスは落ちてると思うんだよね。そうですね、うんうん、だから本当にちょっと良ければ、はい、ちょっと 2,3 回ローテーションで回してみようかということになるんだよ、うん、で良ければそのまま回しちゃうみたいな、はい、やっぱチャンスは落ちてるだけに、はい、で物がいいだけに頑張ってほしいなと思うんだよ。ということはもう本当先発で食い込んでほしいっていう豊さんの思いですよね。もちろんもちろんもちろん、もう中継ぎとかね、経験させてからっていうよりも、はい、やっぱ先発でしっかり育てたいピッチャーだよね。本当期待したいですけれども、
さあもう一選手です。やっぱなもうネオもさ、こう聞いたらもういいよ俺のことはほっといてくれって言うかもわかんないけど、はい、やっぱネオだな、まあ、ほっとけないというかやっぱりあれだけね、やっぱりこう騒がれて入ってきてるのもありますし、でね、はい、どうしてもね小園と被るんだよ。 あと藤原選手もそうですか。まあ、藤原もそうだけど、はい、あの小園がね、はい、同じセ・リーグのショートで昨年あの数字を残したと、はい、まあ、結婚もしたと、うん、まあ差がついちゃったなっていうような、ちょっとそうですね、うん、差がついちゃった。ネオがその小園よりも体がねまだ出来上がってないのかなっていうところはあるけども、はい、まあだけどもう3年4年ぐらい経つわけでしょ。そうですね、あの実はネオ選手も2018年のドラフト1位なのでやっぱり4年目ですね。そうだよね、だからまあ新監督立浪になり、やっぱチャンスをもらえるとは思うけど、キャンプの時からね、はい、まあ、どういうアピールを、ね、開幕まで続けるかどうか、そうです、まあ、これには注目なんだけどね、はい、やっぱこうそれなりのものは示していかないともうダメだよね。で入ってきた時にそのね、どこのポジションなのかっていう、うん、のから始まったっていうのもありますし、例えば内野行ったり外野行ったりっていうのもありますね。でも外野のあの肩はいいな、ピッチャーやってたからってもあるんです。見事だわ。じゃあやっぱりもう外野で行かない。いやいや俺は内野で行かしたいんだ。あ、内野で豊さんは内野で行かしたいんだけど、はい、まあしっかり生で例えばノックを打ってその取り方だとか、はい、そういうものを見てないから安易には言えないけども、はい、やっぱ内野で取ったんだから、うん、内野で一回育ててほしいよね、しっかり、はい、しっかり育てて、それでダメだったんだったら、うん、まあ、外野という、うん、で、まあ、昨年までの扱い方っていうのは、まあ、内野には人がいると、うん、外野にはちょっと余ってる、うん、あの空きがあると、だから、まあ、守備でもつかして、うん、まあ、捕殺なんかもすごい捕殺はするけどさ、はい、まあ、だけど、まあ、それだけじゃやっぱファンは物足りないしね。まあ、そうですよね、うん、あれだけ甲子園で甲子園の優勝投手だもんな。そうですね、大阪桐蔭の、はい、なあ、で二刀流するんじゃないかって言われて、はい、まあ、野手になりますということで、まあ、野手一本でっていうことなんだけども、なんとなくいや外野じゃないだろうっていうこともあるし、はい、え、なんであんな打てないのっていうこともあるだろうし、ね、まあ、ここら辺を、まあね、はい、まあ、立浪監督とか中村典がどういうふうにね、育てていくのか、それってまずはやっぱりポジションをきちっとしてあげるとこから。いや、それもちろんそうだよね内野なのか外野なのかっていうこともあるし、はい、で打率で言うとなんですけれども、2020年は9試合で、2021年、去年は72試合に出ていて、2020年は、0割8分7厘で、去年は1割7分8厘という打率です。まあ、ちょっと話になるんだよね、打率からすると、ちょっとそうですね、やっぱり野手としてはもうすごく屈辱的なというか、うん、もう話にならない数字だよね、はい、でも同級生の小園が3割近い数字を残してるわけだから、はい、やっぱこう同じドラフト1位としてね、はい、やっぱ悔しいこともあるだろうし、うん、広島のピッチャーよりも中日のピッチャーの方がいいっていうことを考えると、うん、はい、それを小園は打って3割近い数字を残そうとしてたわけだからさ、はい、やっぱこうそういう刺激もあるしね、外でね、うん、いやもう小園は小園だろうって言うかもわかんないけど、うん、やっぱりライバルとしてね、はい、お互い切磋琢磨できるぐらいの成長は見せてほしいよね。そうですね、今年こそ、まあ野手の監督で、はい、立浪というね、同じような形の、はい、選手、はい、で中村瑠璃っていうのはもうバッティングに関してはね、まあ、天才的な教え方もする時あるし、だから、まあ、それに期待だけども、 それに期待られる、あの期待に応えられるだけのものは、はい、まあ、出していかないと。で立浪もどちらかというとダメだと思ったらもうすぐパッと切り替えるタイプだからね。そこについて取り残されていかないようにしないと。いや、そう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 、だから本当にあのチャンスというのはその新監督の1年目にたくさん落ちてるから、はい、ね、例えば清宮だってそう、うん、ね、監督が変わった1年目っていうのは多くのチャンスが多くの選手に与えられる、はい、うん、だからそこをやっぱしっかり確実に掴んでほしいなっていうふうに思う。
そうですね、根尾選手どうかこのチャンスをねものにして。やっぱねダメだと思ったらね、うん、もうそこには監督は戻れる時間がないよ。そうか、そうだよ。いわゆるチャンスはあるけれどもそのチャンスをものにできなかったら非常に大きい何かを失うことにもつながる。いやいや、それはそうだよね。本当ですよ、だって自分が取ってきた選手じゃないから。そうですね、うん、そうか、厳しい。いや、無責任にはしないよ、うん、無責任にはしないけど、はい、だけどやっぱりいろんな監督はそうしてきたと思う、うん、やっぱそこに時間は割けないと思ってるよ。そうです、ね、やっぱ自分も勝負していかなきゃいけないし、はい、やっぱ自分が戦力にならないと思ったら切るしかないから、うん、そうですね、そこら辺はやっぱり非常だよと思うよ、うん、思うよ、うん、やっぱ勝負事だからね、はい、うん、前の動画から4選手言ったけど、はい、もっともっとたくさんいるけどもね、はい、でもまあ俺も期待を込めて、そうですね、うん、この4選手には頑張ってほしいなっていうね、はい、はい、注目してます、はい。